Może to jest właśnie najlepszy czas. Co się jeszcze może przydarzyć nam? Każdy dzień tylko chwilę trwa. Nic dwa razy nie zdarzy się i tak. Wszystko od nas, tylko dalej wiem, jak wygląda.渡るのやつ全然進歩ないな。ああ、おい来たぞ。やべ、おい道開けろ。早くしろ、そこまで来てるぞ。そんな初対面の女の子がいきなり電話番号を教えてくれたって、そんなの信じられっかよ。なんかオチがついてんだ、オチがさ。おい池谷先輩、世の中ね、そんな甘いもんじゃないっすよ。俺なんかさ、俺なんか走り屋に女はいらないっす。大地、オチがなくっちゃさ、池谷らしくねえよ。俺らしくねえってどういう意味だよ、ケンジ。そんなに俺をコケにしたいのか。いや、そういうわけじゃねえけど、話がうますぎるだろ。は、やだね。人の幸せを妬むようなその発想が。あの風になびく栗色の長い髪、俺の方を振り向いた時のあの濡れた瞳。彼女はきっと真面目に働く俺のために神様が地上に使わした天使なんじゃないかと思ってるんだ。明日の日曜日はまこちゃんに会いに軽井沢へ。お仕事お仕事。あのさ、その子がどんな子か俺たちもこっそりついてってみようぜ。行きましょう行きましょう。どんな子かこの目でバッチリ確かめてみましょう。でも池谷先輩にバレたらどうすんですか。心配すんな。今の池谷もそんな余裕あるわけねえだろ。どんな顔してるかじっくり拝ましてもらおうぜ。噂のまこちゃんとやらを。おいおい、池谷の邪魔をするんじゃないぞ。邪魔なんかしませんよ。先輩が振られた時に一緒に泣いてあげるってす。熱い友情っすよ。
Pozwólmy świecić, kiedy słońca bra. Być nadzieją, gdy szukasz dnia. どうせ本人が言うほど可愛いはずねえけど、あいつ大げさなところがやっからな。思い込み激しいしさ。言えてますね。中学の時だったと思うけどさ、あいつと明菜子に釣りに行ったことがあったんだ。二人ともちっとも釣れなくて、帰ろうとした時やっと俺が小さいのを釣り上げたんだ。そしたら池谷のやつ興奮して、うわーでけえ大騒ぎ。こんなんだぜ。知らない親父とかもわざわざ見に来るしさ。あん時はもう死ぬほど恥ずかしかったぜ。へえ、ほんと大げさなやつなんだよ池谷ってのは。お、源氏先輩、横横。しまった、話に夢中になってたらつい右足に力入って移行するつもりだったのに追いついちまった。すまん池谷、勘弁してくれ。まこちゃんがどんな子か見たかっただけなんだよ。いや、ほんとそれだけっす。デートの邪魔するつもりなんか全然ないっすから。ねえ、怒るなよ。俺たち次のインターで U ターンするからさ。しょうがねえな。いいよ、帰らなくても紹介するだけなら別に構わねえからさ。いいのか。おい、やる。ただし、そっから先はついてくるなよ。本気で怒るからな。よっしゃってなわけで、こいつら俺の友達なんです。はじめまして、佐藤真子です。どうも。こんにちはっす。それじゃあ真子ちゃん。犬ですか？俺らは。夢じゃないみたいですね。信じられねえ。俺、すげえショック。なんで池谷にあんな可愛い子が。走りに女はいらないっすよ。ケンジ先輩、一緒に泣きましょう。なんだそりゃ。俺には彼女ができないってことか。いや、ジョークっすよ、ジョーク。それよりどうします、これから。そうだな、男三人でうろうろするところじゃねえよな、この時期の軽井沢なんか。薄い峠でも行ってみっか。どうも。まこちゃんってどんな車が好きなの？好きっていうか、憧れてたのは一個前の RX7 なんですよ。 FC か。へえ、渋い趣味だよ、そりゃ。池谷さんって走り屋でしょ？いや、やっぱ分かっちゃう。普段は一般のドライバーと同じにしてるつもりなんだけどさ。まこちゃんはその走り屋の男ってどう思ってるの？いいと思いますよ、私も車好きだから。え、そう？やっぱり走り屋やっている人って普通の人よりも運転うまいじゃないですか。いい車はお金持ってれば買えるけど、テクニックは買えないもの。私は高い外車を乗り回している人より、いざっていう時にテクニックを持っている人の方がずっと素敵だと思います。ええ子や、理想の女の子や。これが薄い峠か。俺も初めて走るけど、想像してたよりずっとハードなワインディングロードだな。すごいっすね。これでも買ってぐらいコーナーばかりで道幅も狭くて、
アキナとはまるっきり似ても似つかない感じだな。薄いで今一番早いのは誰なんでしょうね。あの、池谷さんは？はい。男の人から見て、峠が好きで走り屋の真似事みたいなことをしている女の子がいたらどう思います？シルエイティ？そう、ブルーのシルエイティが今一番速いって噂だよ。おまけに驚くなよ、そのドライバーは女の子なんだ。女！女の走り屋か。ええ、おい、いいんじゃない？そんなの全然 OK、 最高だよ。女の子の走り屋なんて帰って話せるって感じ。そうですか。そうか、わかったぞ。まこちゃんは走り屋になりたいと思ってんだな。それで憧れる車が FC ってわけだ。女の子の乗るシルエイティか。あの、シルエイティって会社ですか？そうじゃないよ。シルエイティは180にシルビアの顔だけくっつけた車のことだよ。シルビアと180だからシルエイティって呼ぶんだ。はあ。そのドライバーが薄い峠最速の走り屋で、しかも女の子だってんだから、こりゃ見てみたいな。夜まで待ってれば薄い峠で見られると思うけどね。でもさ、間違っても勝負なんかしない方がいいよ。地元でも誰も勝てないんだからさ。イニシャル D。 イニシャル D。 アキナスピードスターズって言って、俺が作ったチームなんだけどさ、今やアキナで最速って言われてる走り屋がいるんだ、俺の後輩で。まあ速さで言ったら次が俺かな。どうしたの、まこちゃん？いえ、なんでもないんです。ごめん、なんか車の話ばっかりでつまんなかったかな。いえ、そんなことないです。私も車大好きだもの、すごく楽しいです。そう、じゃあよかった。あの、まこちゃんももしかしてドリフトのかっこよさに憧れたりしてるわけ？まあ、あれはね、俺ぐらい走り込んでないと使いこなすのは難しいよ。危険な技だからね。池谷さんもドリフト得意なんですか？まあね。まこ、なんだか嬉しいです。そう。ありがとう、今日は楽しかったです。あのさ、まこちゃん。はい。 あのさ、まこちゃんってその今付き合ってる人とかってそのいるのかな？私、彼氏いないんです。だからまた電話してくださいね、池谷さん。おい、池谷、聞こえるか？池谷先輩、気を確かに。俺は。ああ、まだいたのかお前ら。いや、先輩が心配で帰るに帰れなかったんすよ。で、どうだった？うまくいったか？え？いや、今日はいい日だ。じゃあ、飯でも食ってっか。久しぶりに俺のおごりで。ついでに、薄井の連中の走りがどんなものか見ておくのも悪かないぜ。どうやらうまくいったみたいですね。奇跡ってあるんだな。おお、うまいもんだな。どの車も薄井はレベルが高いぜ。なあ、たくみ、お前さ、アキナ以外の峠って初めてなんだろ？どうだった？どうって言われても、自分でハンドル握ってたわけじゃねえから、よくわかんねえよ。そうか？それにしちゃやけにマジな目つきで睨んでたぞ。そうか。今の目とは全然違うよ。同じ人物とは思えねえよ。どうなんだ？走れそうか？そんなの、走ってみなきゃわかんねえよ。来た！
あ、シルエティか。連続逆ドリフト。なんだありゃ。すごい、うまい。見たかよ今の。道路が狭いだけにド迫力だ。まこちゃんに調子こいてドリフトが得意だなんて言っちまったけど、本当はまだケツが流れるとパニックっちゃうんだよな。このままじゃやばい。マジで頑張らねえと、せっかくの天使が逃げちまう。このまま下って帰ろう。ああそうだな。だから峠にもすごいやつが出てますね。池谷のやつやけに飛ばすな。こっちは3人も乗ってんだぜ。ついていけねえよ。離れてた方がいいっすよ。なんかリズムが悪いっていうか変ですよ、池谷先輩の車。え、わかんのかそんなこと。わかるってわけじゃないけど、多分。多分？お？やっちまったよ本当に。匠の言った通りだ。え、まずい、対向車来てるぞ。危なかった。まったくどこのバカよ。リアが出てビビってアクセル抜いてお釣りをもらうっていう一番ダサダサの初心者スピンでしょ。ちょっと一三のお兄さん、早くどいてくれないと他の車がどんどん来て危ないよ。え、超恥ずかしい池谷先輩。かっこ悪、他人のふりしよう。本当にどうもすいません。したの？うん、なんでもない。薄い峠最速のシルエイティを操るドライバーがマコちゃんだったなんて。俺、もう死にて。休んでる？電話も入ってないっす。あの超仕事真面目の池谷がか？信じらんねえな。昨日のことよっぽど答えたんだな。あれから一言も口聞きませんでしたからね。ドライブインでトイレ寄った時も放心状態で目もうつろ、こっちも気の毒で声もかけらんないくらいでしたもんね。どうも嫌な予感がしてたんだ。あの池谷の彼女にしちゃかわいすぎだよ。所詮走り屋には女はいらないっすよ。ロンリードライバーいつき、これが俺のキャッチフレーズですよ。ショックが長引かなきゃいいけどな。光一郎、電話。出たくねえよ。寝てるって言ってくれ。どうせ検事だろ。話があるって何？ええ、俺のことからかってるんならもうやめてくれ。違います、からかってるなんて。そんな、あんなすごい車に乗ってるなんて。俺見てたよ、あのシルエティがすごいドリフトでかっ飛んでくとこ。薄い最速って言われてんでしょ。それならそうと一言ぐらい言っといてくれれば。ごめんなさい、騙すつもりはなかったんです。昨日のことは私もショックで、それでやっぱり本当のことを言わなきゃって思って。本当のこと？私本当は性格地味なんです。地味？信じらんないな。
あんな派手なドリフトする人が。あれはハンドル握ると人格変わる人っているでしょ。私もその口なんです。いくら速く走れても男の人は恋愛の対象として見てくれないし、そろそろ終わりにしなくちゃいけないって。もう決めたんです。今年の夏を最後に走り屋やめます。え？最後の夏の思い出にアキナの86と薄い峠でバトルさせてください。の、それが私の望みなんです。もし叶えてもらえるなら、マコは池谷さんにバージンあげます。ちょっと待った、よしてくれ。そんな話ダメなんですか？私じゃ。そうじゃない、あいつは俺の友達だから。そんな取引みたいなことできねえよ。よくわかった。マコちゃんの本当の目的は俺なんかじゃなく匠だったんだ。そりゃそうだ。そうでもなきゃこんな可愛い子が俺なんかに興味持ってくれるわけないもんな。わかった、できる限りのことはやってみる。本当ですか？ただし勘違いしないでくれ。俺は見返りが欲しくてマコちゃんに協力するわけじゃないんだ。池谷さん、俺はマコちゃんが望むようにしてやりたいだけだから。いいんだ、短い間だったけど俺は本気でマコちゃんに惚れてたんだから。マコちゃんが喜んでくれればそれでいい。人が聞いたらバカだって笑うだろうけど、俺は本気であの子が好きだったんだから。たとえ勘違いでも俺は惚れてたんだから。